これからどうするつもりだな。おじいさんはとても気難しい人のようでした。このアルムの山小屋におじいさんと二人っきり、ハイジはこれから一体どうなるのでしょうか。レーテおばさんと別れて山に残ったハイジは、見るもの聞くものが全て目新しいので心がウキウキと弾んでくるのでした。でも気難し屋のおじいさんはレーテおばさんが山を降りてからも相変わらず不機嫌でした。ハイジはそんなことにはお構いなく、一人で干し草のベッドを作ったり、セーターや小ヤギの雪と外を走り回ったりしてはしゃいでいます。来週はおじいさんの山小屋、お楽しみにね。